森ビル。森ビル株式会社、森ビルは、東京都港区を拠点とする、都市デベロッパーであり、不動産会社である、大型再開発施設である、アークヒルズや、六本木ヒルズ、商業施設のラフォーリ原宿や、表参道ヒルズの運営などで知られる。多数の関連会社、関連事業を要した森ビルグループであったが、創業者であった、森大吉郎の死後、 後継の不和により森トラストが分離、独立した、詳細は後日、本社を六本木ヒルズ森タワー、東京都港区に置き、市街地再開発事業並びに各種ビルの企画、開発、設計管理、営業、運営管理を主な事業としている。2003年、平成15年に完成した六本木ヒルズや2006年、 平成18年に完成した表参道ヒルズなどは話題となり一般にも広く知られる。また、日本国外では中国に進出し、初の海外プロジェクトである森茂大化を皮切りに上海ワールドフィナンシャルセンターなどを開発、運営している。1993年に創業社長森大吉郎が死去した後、次男森実が社長に就任し、 路線対立から三男、森明の森トラストをグループから分離するなどして、2012年3月8日に、亡くなるまで長らくトップ、会を務めた。森ミノルは、信仰するルコルビュージへの思想に基づいて、港区を中心とした東京都心部での衣、食、住、文化をひとまとめとした、食住近接型の総合的な街づくりを行っている。森ビルは、密集している。 低層建築物を高層ビル化と地中化により垂直に集積させ、緑地面積と公開空地を確保する再開発手法をとっており、このようにして生み出した都市を垂直庭園都市、バーアイカルガーデンシティと呼称している。森実の都市や文化に寄せる強い思いは森ビルの経営に大きく反映されており、かつてのセゾングループを強く意識しているとも指摘されている。 また、市街地再開発にあたっては、自社の社員の手による地上げを行う数少ない、不動産会社である、他に、住友不動産も、自社で地上げする。元来、森家の生業は東京、芝野田村町、現在の港区西新橋で営む、米国店であった。明治期に、あたごした、現在の港区新橋から西新橋にかけての地域の、 江戸藩邸跡地に作られた貸し屋の差配を副業とし始め、後に借地権付け建物の買収を進めて、不動産賃貸業に進出した。関東大震災で自宅及び貸し屋のほとんどが消失したが、以後太平洋戦争終結まで低額な底地を買い進め、2000坪余りの土地を有していた。終戦後の1946年、 家業を引き継いだ創業者、森大吉郎は、日本の地価が、東非急数的に高騰することを予想し、預金封鎖の直前に引き出した資金を0四に、投資して得た利益などで、虎ノ門周辺土地を買い進めた。その後も、港区を中心に、土地の整理やビル建設に取り組み、1955年、昭和30年に、森ビルの前身である森不動産を設立。 翌1956年には安なり、現、森トラスとホールディンスを設立して、4月に、西新橋に、森ビルを竣工した。1957年、昭和32年11月、西新橋1、森ビルを完成させ、以後、貸ビル業者として、竣工順に番号を付した、ナンバービル、大森ビル新橋周辺に順次建設していった。後年、大吉郎は、 港区で創業したことが幸運だったと実感している。創業者、森大吉郎は経営学者でもあったことから、アメリカで提唱された、オペレーションズリサーチをいち早く取り入れ、案件ごとのプロジェクトチームで、縦割り組織の弊害を避けた。また再開発事業では、知見者なども組織化することで、意思決定の効率化を図った。また、 ビルの維持管理へのコンピュータシステムの導入を1970年代から進め、先駆けてコストダウンを実現した。大規模再開発による事業は、1986年、昭和61年に完成した赤坂アークヒルズが最初で、これによって森ビルのブランドは全国的なものとなった。以後は、五山ルズ、現五山トラストシティ。 白山ヒルズ、現、上山ガーデン、アタゴ山ヒルズ、現、アタゴグリーンヒルズ、元アザブヒルズと続いた。さらに、2003年、平成15年には、六本木ヒルズ、2008年、平成20年には、上海環球金融中心といった大型プロジェクトを、完成させた。2014年、平成26年6月には、環状、第2号線との一体プロジェクトとして、 トラノモンヒルズを開業した。なお、創業者は森大吉郎であるが、実質的な創業者は大吉郎が死去した1993年に社長に、ついた次男の森実ともされる。1993年、平成5年に創業者森大吉郎が死去すると、次男の森実が、森ビル、三男の森明がグループ会社である森ビル開発、現、森トラストや、 森ビル観光、現、森トラストの一部と森トラストホルズリゾーツを継いだ。しかし、父の路線を引き継ぎ安定したグループ経営を目指す、ミノルとホテルや不動産取得を主として積極的な投資、開発でグループの拡大を目指すショートの溝は深まっていった。1999年、平成11年に森明率いる企業軍は、 森ビルグループからの離脱が決定、本社の移転や出向社員、役員の引き上げを経て、現在は一切資本関係もない別会社となっている。さらに、2000年、平成12年以降は、森トラストは開発、管理、保有する物件から、森やヒルズの文字を外すことが多くなっている。詳細は、森トラスト概要を参照。ホワイトスペーストックに認定され、 六本木ヒルズ周辺で実験試験局による実証実験を実施。エリア放送の制度化後は地上一般放送局の免許を取得し、フルセグ及びワンセグ放送を実施している。地上一般放送局3局を設置している。リモコンキー ID は11。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。